人は誰でも何かに夢中になった少年時代を持っている。好奇心や探求心を大きく膨らませながら一つのことに集中する。それはその時代だからこそ育むことができた貴重な経験である。ここにかつて釣り師を夢見ていた一人の男がいる。魚を追い求めていた少年は今魚を研究する者として世界的な活躍をしている。そのテーマは魚の起源を解明すること。フィッシングを愛する者のいるところどこへでも現れる不思議なカフェ、フィッシングカフェ。特別なメニューも気の利いたサービスもありませんが、このカフェが現れるところ、そこにはいつも魅力的な釣り人たちがいる、魅力的な魚たちがいる。さて今日はどんな話を聞かせてくれるのか。フィッシングカフェ開店の時間です。農学博士、上席研究員、宮正樹さん、東京生まれ。東京大学大学院にて深海性魚類の生態学的研究で博士号を取得。1987年から千葉県立中央博物館勤務。魚類の系統進化に関する研究を開始する。95年頃よりDNA を用いる研究に着手し、現在はミトコンドリアゲノムを用いた魚類の系統進化の研究者として世界的に活躍している。1989年に機関が設置され開館した千葉県立中央博物館。県内最大規模の学び場として長年親しまれており、展示内容は千葉県のすべてである。千葉県の博物館ですから、とにかく徹底的に千葉県を多方面から紹介するというのが大きな特徴になっています。地学的な紹介ですね、生物学的なもの、さらにはここは海場だけを紹介する展示室、さらには隣には分類学、あるいはさらには歴史、あと自然と人間の関わりといった具合に、ほとんど全ての角度から千葉県の自然あるいは人文的な歴史というのを紹介しています。それが大きな特徴になっておりますね。宮さんは博物館の千葉県の海を紹介するエリアを担当しながら研究室を構え、上席研究員として活動している。現在宮さんはミトコンドリアゲノムの分析技術を用いた魚類の研究を行っている。研究テーマは魚類の系統進化。未知の領域であった魚の起源、そして進化の解明に挑んでいる。4億5000万年前にはたった一種の魚が、その後4億5000万年かけてですね、3万種になったわけですけれど、それはどんどん枝分かれしていったわけですね。で、枝分かれしていったものが全て生き残っているかというと、全くそのようなことはなくて、99% 以上は絶滅しちゃったわけです。で、その、一種から3万種をつないでる枝を伝わってる情報っていうのは何かっていうと、それは DNA 遺伝子なんですね。私が研究しているのはまさにその遺伝子に含まれている情報を使って、その枝の形をですね、明らかにしていくっていう研究なんです。誰でもそうですけど、例えば私がやってることっていうのは、人間に例えて言えば人間の歴史を解明することと同じです。あるいは、人がどこから来たか、日本人がどこから来たか、
というのを解明することと同じなんですね。まあ、誰しもこう祖先がどこから来たっていうのは、まあ、ロマンを感じる夢があるもんですね。例えば日本人っていうのは、まあ、今ではですね、大体2つに分かれると、まあ、琉球アイヌ系の人たちと、まあ、本州に本土に多くいる人たちみたいな2つの系統があるとか、まあ、いろんなことが分かってきたわけですけれど、私はまあ魚についてそのことをやってると。秋が色濃くなり始めた11月初旬、ミヤさんは少年時代によく通っていた宮沢湖へヘラブナ釣りに向かった。もう37年ぶりですね。どうですか、久しぶりに37年ぶりに来て。いや素晴らしいですね、この朝の雰囲気というのが、うん、もう、いや釣りに狂ってた頃の気持ちを思い出しますね。高校時代の終わりとともにヘラブナの竿を置いた宮さん、当時との変化をかみしめながら一つずつ今のヘラブナ釣りを確認していく。釣りの道具の方もあんまり変わってなかったんで、なんとかなりそうです。餌はね、まるっきり変わっちゃってて分かんなかったんですけれど、いろいろ調べてなんとかこれがいいだろうというのが、分かってきました。そうですね、もうあらゆること研究しましたよね。当時はグルテンとかトロロもすでに出てましたから、そういう方面やりましたけど、今回はですね、私まだ初めてなんですけど、ちょっと、うどんですか、うどんの、最近の言葉で言うとセット釣りっていうんですか、まだ未経験のところにちょっと挑戦してみようと思います。準備しながらなんかワクワクしたりするものなんですか。はい、もう水の中のイメージを作ってるところですね。これがこの餌がどうやってばらけて、そのうどんの餌をどうやって食べるかっていうイメージを描いて、その通りになればいいんですけどね。これだいぶ浮きが馴染んできましたね。ちょうど餌落ち側の緑のとこですか。よしよし、いい感じになってきました。よいしょ、ぐらいばらけるかね、まあ、本当に久しぶりなんで全然わからないですけれど、いや久しぶりの本当一等ですね。いや本当に懐かしいです。もうこれだとばらけ切っちゃってますね。かなり大きめにつけて、しかもこれでまだばらけはついてますけど、もうちょっと沈ませた方がいいみたいですね。今4メモリです。でこれで浮いてきて、これで、下のうどんだけがついてる状態でしょうか。もうちょっとですね。ミヤさんが準備を終えた時、少しずつ昔の感覚が戻ってきたようである。静かに仕掛けを落とし、無言で感触を確かめていく。お、戻してきましたね。小さいあたりが
ありましたけれど、まだ釣れるような感じではないですね。ありましたね。ツンときましたけど、邪味なんですかね。ちょっと大きすぎるかな。お、来ました。落ち込みの食い上げです。素晴らしいですね。この感触ほんと久しぶりです。うわ、でかいですね。こんなの1年に1遍ぐらいしか上がんなかったですけれど、はあ、釣れるもんですね。うわー、でかっ。うおー、何センチあるんでしょうこれ。落ち込みの食い上げなんてね、教科書には載ってなかったですよ。あ、疲れてきちゃった。もうちょっと空気を吸わせて。うわ、たまみが小さく感じますね。いや、いやー、釣れました。37年ぶりですね。大感激です。見ます、これ重いですよ。丸々と太って、なんか1キロぐらいあるんじゃないかって感じですよ。見事ですね。びっくりです。いいですか、じゃあ話しますよ。いやー、こんな引きが強くてね、いきなりこんなしゃっかみっていうんですかね、30センチ以上が来るなんて大感激ですね。はい、いやいやー、こんなの年に一遍来るか来ない、来ないかの大きさでしたね。ですから、なんかこんなのがいきなり釣れちゃっていいんですかっていう感じです。同じ宮沢湖なのになんでこんな違うんでしょうっていう。しかもね、まあ、綺麗なヘラでしたね。小学校4年生から始めのめり込んだヘラブナ釣り、その様子は中学生になった本人の手で記され残されている。長江記と題されたノートにはヘラブナ釣りへの探求心が現れている。釣り場から始まり、天候、水質や餌、棚の情報、その時の釣り場のポイントが図で描かれているなど、こと細かに書かれた内容はまるで研究ノートのようである。やっぱり昔からマメで、まあ、今も、うん、あらゆることを記録につけるのは習慣になってるんですけれど、釣りに行ったらその、どういう状況でうまくいった時は何が良かったか、釣れなかった時は何が悪かったとか、まあ、そういったことを記録することによって次回へ、のその兆候へ反映させるということで、まあ人より多く釣るという、そのうまいプロセスにこう持っていったような気がしますね。また宮さんは道具にまでこだわりを持っていた。今回の調校で使っているヘラ浮き、これらは当時の宮さんが
自作したものである。自分で、ヘラ浮きを作ったりとか、道具ですね、竿桶ですとか玉編みの漆塗りを自分でやってみたりとか、いろんなことをやりましたね。浮きはやっぱりあのクジャクの羽の加工ですよね。そもそもあの浮きの形をしてないクジャクの羽を、そのカミソリですよね、カミソリを使ってどうやって加工するかって想像もできなかったんですけれど、まあ、あの試行錯誤して作っていくうちになんとかその成形ができるようになって、ついにはですね、あの自分のものだけじゃなくて他の人のように作って、お小遣い稼ぎしたりとか、そんなことまでしてたんですけれど、はい、さらに小学生の頃には大きな釣り堀の大会で準優勝。そして高校時代では雑誌社が開催する大会で優勝するなど、まさにヘラブナ釣り師と呼べる域にまでなっていたのである。来ました。これはなんか重いです。であんまだいぶ古いヘラって感じですね。でも引きはすごかったですね。本当に乗されるかと思いましたよ。逃がします。感動的ですね。まさかあの浮きだけあの取っといたんですけれど、あのその浮きが37年ぶりに水に浸かってちゃんと当たりを取ってくれて、しかも、大きいヘラブナがたくさん釣れて、こんなに嬉しいことはないですね。あの当時はたくさん釣ることばっかり考えてましたけど、で、まあ、今あの純粋にあの周りがどう釣れようと関係なく純粋に釣りを楽しめるって感じですよね。まあこうして、今いい当たりがあってですね、釣れちゃうなんてのインタビューを受けながらなんて信じられませんね。ああ綺麗なヘラです。そして宮沢湖でのヘラブナ釣りを終える宮さんはこの日何を感じたのであろうか。いやまたぜひあの時間ができたら、時間ができたらということになっちゃうんですけれど、どうしてもあのいろんな国から研究費をいただいて大きな仕事をやらせてもらってるんで、なかなか時間は取れないというのが正直なところなんですけれど、いや今回こうやってやってみてね、あのまさかこんな素晴らしい時間が取れるとは思ってもいませんでしたし、またあのぜひ、引退でもしたら釣りの世界に戻ってじっくりと楽しみたいと思います。そう語る宮さんは少年のような笑顔を輝かせていた。フィッシングを愛する人がいればどこにでも開店するフィッシングカフェ、そろそろ閉店のお時間です。またどこかでお会いしましょう。